ブクイエレミッチは、セルビアの政治家。2007年から2012年まで、同国の外相を、2012年9月から2013年9月まで、第67回国連想会の議長を務めた。ベオグラードに生まれる。ブクという名前は狼を意味し、邪悪な魂を退け、子供を悪霊から守るという役よけの願いが込められている。父のミハイロは、 ベオグラード出身のセルビア人、母のセナイエルミッチは、ボスニア北西部のザ人出身のボ主ュニ人である。ミハイロは1980年代、国営石油会社ユーゴペトロールの CEO を務めていた。父方の祖父のボゴリューブは、王立ユーゴスラビア陸軍の将校であった。 第二次世界大戦最中の1941年4月には、数軸国によるユーゴスラビア侵攻でドイツ国防軍に捕らえられ、投獄された。当初はマウトハウゼン強制収容所に収容され、後ダッハウ強制収容所に移送された。その後、ユーゴスラビアまで徒歩で帰還したが、同国のユーゴスラビア共産主義者同盟に反体制派として逮捕された。 ゴリオ特刑務収容所に収容され、5年間を過ごした。母方を通して、イエレミッチは戦後ユーゴスラビアで、最も影響力のある、ボシ逆ニ人の政治的名家と広く考えられている、有名な、ポズデラツ家の血を引いている。母方の祖父のヌリア・ポズデラツは、大教皇時代のユーゴスラビアにおいて、有名な、ボシ逆ニ人政治家であった。忠実な反ファシストで、 1940年代初頭にヨシップブロズチ島のパルチザンに加わったが、1943年に抗戦中に殺害された。死後、ヌリアと妻のデブレダはホロコーストにおいてユダヤ人を救ったことで、ヤドバシムによって諸国民の中の正義の人と宣言された。2012年11月にベオグラードで開催された式典で、イェレミッチはメダルと証明書を授与されている。 コロコーストの生存者によると、夫妻は、痩せの罰強制収容所に向かう列車を脱走した、ユダヤ人をかくまった。ポズデラツのオイのハムジャと、ハキヤも、1980年代のユーゴスラビア政治の大物であった。イェレミッチは、ベオグラードで、初等教育を終了した後、第一ベオグラードギムナジウムに進んだ。そこで、イェレミッチは、親西王派の心理学教授での地に、 セルビアの大統領となるボリス・タディッチと出会った。若いイレミッチは、タディッチを、自らの模範、またしとするようになった。イレミッチの家族は、次第に、権威主義的な色彩を強める、スロボダン・ミロシェーヴィッチ政権によって、ブラックリストに乗せられ、国外に亡命することを余儀なくされた。一家はイギリスに落ち着き、イレミッチは、ロンドンで高等教育を終えた。イレミッチは、 ケンブリッジ大学に進学し、1998年に理論物理学の学士号を取得した。この間、ユーゴスラビアでは、セルビアの国際社会における評価を貶めた、ユーゴスラビア戦争が進行していた。イェレミッチは、ケンブリッジ時代に、戦争中の母国が国外で、どのような目で見られるかということを考える手がかりを得た。セルビアの出身ではあるが、 子供を喰らうような過激派ではないことを説明するのは大変だったといえ、レミッチは回想している。その後、ロンドン大学の軽量ファイナンス論博士課程に進学し、ドイツ銀行やドレスドナー、クラインボルト、アストラゼネカのイギリス法人に勤務した。2001年には、ハーバード大学、ケネディ行政大学院で、ジェフリー・サックスの指導のもと、国家リス財団なんと、 中東をプログラムフェローとして研究をはじめ2003年に行政国際開発論の修士号を得て終了した。タディッチと共にアメリカのドナルド・ラムズフェルド国防長官と会談するイエレミッチ1997年7月にイエレミッチは初の国際的なセルビア人学生協会であるセルビア在外学生機構を共同で創設しその財務マネージャーとなった。 当時のオッサには数千人の会員がいた。セルビアの市民青年運動でミロシェビッチ政権に対して非暴力、不服従運動を行ったオトポールの熱心な支援者でもあった。1999年春から夏にかけて北大西洋条約機構がユーゴスラビアクーークを行うと、イエレミッチはミロシェビッチ政権の打倒を一層固く決意した。 ミロシェビッチのやつめとイエレミッチは回想している。彼は排除されねばならない。私たち皆を葬ろうとしたからだ。もしあいつが居座っていたら、私たちは皆葬られていただろう。2000年10月にミロシェビッチが辞任すると、主にオトポールなどのグループの努力によって、イエレミッチは当時ユーゴスラビアの通信省だったタリッチの顧問となった。2002年9月には、 セルビア政府がニューヨークで初の国際投資会議を開催するのを支援した。JP モルガン・チェースやカナダのブライアン・バルルーニー元首相もこの投資会議に協賛していた。2003年の初めにユーゴスラビアは解体され、セルビア・モンテネグロという国家連合に移行した。その6月、イエレミッチは国防省に入り、欧州大西洋情勢の特別施設に任命された。 2004年2月には民主党の外務委員会委員長に任命され、2006年2月には民主党中央幹部会入りした。2004年7月からセルビア・モンテネグロが消滅資料国が独立した国家となる2007年5月まで、イエレミッチはタディッチの上級外交政策顧問を務めた。当時のタディッチはセルビアの大統領に就任しており、ニューヨークタイムズが セルビア史上最も親、西欧的と評した政権を率いていた。イギリスのウィリアム・ヘイグ外相と2007年5月15日、イエレミッチはセルビアの外相に就任した。政治評論家の社社、ドラゴイドはタディッチ政権における外務省の唯一の任務はコソボをセルビアの一部として留め置き、仮にコソボが独立を宣言したとしても、 ごく一部の国家商人しか取り付けるるる。こことととがでできないい状況を確保することであったと述べている国内外のセルビア人は当初32歳のイエレミッチが有能な外相となれるのか回帰的であった。あなたが若く皆なあなたのことを初めて見た時にはそのほとんどはただ驚くばかりだろう。これは実際彼らの心を開かせるという点では良いことだ彼らは あなたの発言を聞きたいと思うだろう。あなたは変わり者なのだから、とイエレミッチは述べている。2008年2月にコソボが一方的に独立を宣言すると、イエレミッチはその自称国家の国際共同体への統合に反対する運動を開始した。5年間の外省在任中、イエレミッチは戦海航空機を利用し、100カ国以上を訪問した。イエレミッチは 世界の外省のうち90%のことはとてもよく知っていると述べている。2009年の1年間には700時間以上を機内で過ごした。エコノミストは、イェレミッチ外省下のセルビア外交を極端に強化されていると表現している。彼の不屈の旅は、ほとんどの国の外省をセルビアのような小国の外省は取り分けそうだが、眠たげなノロマのように見せると、 同志のレポーターは述べている。イエレミッチは、セルビアは、コソボを取り返すために武力を行使するつもりはないと、繰り返し言明し、セルビアはその主権と、領土一体性を防衛するため、対話と外交に訴えると強調した。コソボは広範な自治のための、あらゆる権利を有するが、セルビア政府は、本格的な独立は決して認めないとも主張した。イスラエルのラウダー政治、外交。 戦略学院前における演説で、イエレミッチは次のように説明した。私たちは、コソボのアルバニア系コミュニティの支配に利害を持たない。私たちは彼らに税を課そうとも、彼らの地の治安を維持しようとも、司法や教育システムによって、彼らをセルビアに再統合しようとも思わない。私たちの通貨がコソボに存在しなくとも、それで構わない。私たちの軍隊も、また、 彼らの地に駐屯していなくとも良い。そして彼らは国際的な金融機関と関係を持ち、国際協議連盟に別個の会員資格を有し、海外にある種の代表を送り出しているが、私たちはそうした関係には干渉しない。2009年、イェレミッチは国際司法裁判所に対してコスボの独立宣言に関する拘束力のない韓国的意見を求めた。 2010年7月、ICJ は独立宣言は合法であったと判示した。イェレミッチはこれに対して、領土紛争を解決する手段としての一方的な分離を自制するよう呼びかける決議を行うよう、国連で求めた。2010年7月末、イェレミッチはこの問題について、国連の反気分事務総長と会談した。2010年9月、国連総会は、紛争を、 双方の当事者で解決することを求める決議を採択し、イエレミッチはこれを歓迎した。イエレミッチは、この決議が誠実な対話を通して達成される、セルビア人とアルバニア人の間の包括的和平協定の締結に向けた建設的な雰囲気を醸成する手がかりとなることを望むと述べた。イエレミッチの外相在任中、セルビアと近隣諸国との関係は、 劇的に改善した。欧州連合と米国との関係も、コソボをめぐる紛争は存在するものの改善した。2009年12月、EU はセルビアに貸していたビザの制限を解除した。イェレミッチは12月19日にハンガリーに入国し、ビザなしで EU に入った初めてのセルビア市民となった。その時、イェレミッチのパスポートにスタンプを押したのは、 ハンガリーのペーテル・バラージュ外相であった。イエレミッチの在任中、セルビアは旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に関する義務も果たした。2008年7月、セルビア当局はボスニアのセルビア人指導者であるラドバン・カラジッチを逮捕した。カラジッチは、イクティから戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイドの容疑で起訴され、 11年間にわたり潜伏を続けていた。裁判のため、カラジッチの身柄は速やかにイクティに引き渡された。イエレミッチは、カラジッチの逮捕はセルビアが EU 加盟国となるために全力で取り組んでいる現れであると述べた。この3年後には、カラジッチの参謀総長であったラトコ・ムラディッチと、クロアチアにおけるセルビア人指導者であったゴラン・ハジッチも逮捕された。 2012年3月1日、セルビアは EU から加盟候補国の地位を与えられた。セルビアは2009年に EU 加盟を申請していた。2012年5月のセルビア大統領選挙で民主党が政権から転落すると、イエレミッチも外相の職を失い、7月27日に退任した。イエレミッチの外相としての最後の訪問国はロシアで、彼はそこで、 ロシアのセルゲイラブロフ外相と会談した EU のキャサリン・アシュトン上級代表と2012年9月に開会される第67回国連想会では国連加盟国の5つの地域グループの一つである東欧の出身者が議長を務めることになっていたイェレミッチはリトアニアのダリウス・チェクオリスに対抗して立候補し総会における加盟国の投票で99対85の 単純多数を得て議長に選出された。議長の選任にあたって投票が行われたのは1991年以来初めてのことであった。イェレミッチは国連史上最年少の総会議長となった。受諾演説でイェレミッチは紛争や不安定に伴う諸問題に取り組む上で国際社会が団結する必要性を強調した。 私たちの共同の努力が人類がその苦痛を沈め、その恐怖を拭い去る日に近づく一助になることを、そしてその際、将来の世代を戦争の参加から守るという国際連合の人々の切なる願いを推進することを望む。神の意志により、直気総会が平和の総会として歴史に刻まれますように。エレミッチの在任中の年月日には、 138対9の賛成多数により、パレスチナに総会のオブザーバー資格が与えられた。2013年4月2日には総会が通常兵器の国際取引の規制を目的とした武器貿易条約を採択することを促した。同条約は154対3の賛成多数で採択された。2013年7月12日には、 パキスタンの活動家マララ・ユス・フザイの16歳の誕生日を記念して国連ユース集会を招集した。この集会でユス・フザイはタリバンに襲撃されてから初めて公の場で発言を行った。イェラミッチの在任中にはまた4月6日を開発と平和のための国際スポーツの日と宣言する総会決議67-296が全会一致で採択された。 この宣言は、イェレミッチと国際オリンピック委員会のジャック・ロゲ会長が主導したものであった。総会の期間中には、ロゲとユニセフ親善大使のノバク・ジョコビッチが特別ゲストとして出席し、それぞれ IOC と世界のアスリートを代表して演説を行った。イェレミッチは2013年9月17日に議長を退任し、アンティング・ラバー・ブーダのジョン・ウィリアム・アッシュにその役職を、 引き継いだ。総会議長の任期満了後の2013年11月、イェレミッチは国際関係及び持続可能な開発センターを設立した。2014年5月には、半期分国連事務総長が2012年8月に立ち上げた国連持続可能な開発の解決ネットワーク指導者、評議会に加わった。2012年の国会議員選で、イェレミッチは、 セルビアの国会議員に選出されていたため、彼は総会議長としての任期中、民主党所属の国会議員を兼務していた。選挙後にタディッチが民主党を離党し、ドラガンジラスの陣営に加わると、タディッチ派の一人であるイエレミッチも、党籍は残しつつ、党内のすべての役職から退いた。二0 1三年二月十四日に、イェレミッチは民主党から除名されたが、彼は、 党の決定は憲法違反であるとし、セルビア憲法裁判所に訴えを起こした。しかし、イエレミッチの訴えは却下された。彼は裁判所の決定に従って、党を離れたが、国会の議席は無所属のまま維持した。早くも2012年10月には、複数の国連の外交官がイエレミッチについて、次期国連事務総長の潜在的な候補者として言及していた。 2013年11月19日には、スペインのミゲル・アンヘル・モラティノス元外相がイエレミッチを、次期事務総長の最高の候補者として挙げ、彼の選出は21世紀にとって、大いなるニュースとなるだろうと述べた。モラティノスはまた、イエレミッチは、現在の国連の構造を変革し、国連が世界で新たな役割を担えるようにするだろう、とも語った。二千十六年四月十二日には、 セルビア政府が公式に事務総長候補としてのイエレミッチに対する指示を表明した。4月13日に国連総会のタウンホール会合が開催されると、イエレミッチは本命候補の一人として浮上した。彼は次期事務総長に選出された場合に求める措置を示した53項目からなる考慮を発表したが、そのようなことを行った候補は他にいなかった。しかし、 10月13日に国連総会は次期総長にポルトガルのアントニオグテイレスを任命した。ジャーナリストでセルビア国営放送のニュースアンカーを務めるナタシャ、レキッチと結婚している。2011年から2015年にはイエレミッチはセルビアテニス連盟の会長を務めた。セルビア正教徒であるがムスリムの家系を継いでいることも誇りに思うと述べている。ありがとうございます。